フリントストーン、モダン石器時代は、1994年のアメリカ映画。ブライアン・レバントが監督した、この映画は、ハンナ・バーベラ・プロダクションのアニメシリーズ、原始家族、フリントストーンを原作としている。制作は、ユニバーサル・ピクチャーズとアンブリン・エンターテインメント。批評は、散々だったが、興業収入成績は良かった。2000年には、続編、フリントストームに、 ビバロックベンガスが公開された。ベッドロック式の採石会社スレート社の工場で働くフレッド・フリントストーンは日頃彼に口うるさく当たる義母、パールを見返そうと副社長のクリフが実施した新重役選抜の昇進試験を受ける。結果、見事採用され副社長に就任。フレッドは高収入とセリブな生活を手に入れて部頂店になっていたが、そこには ある陰謀があった。カッコ内は日本語吹き替えこの映画の公開前、インタビューで、シャロン・ストーンは同名の人物役でオファーがかかったが、悪魔のような女の撮影のため出演することができず、後に出演しなかったことを後悔したことを語った。シャロン・ストーンが断った後、制作者は登場人物の名をロゼッタにしようとしたが、ロゼッタ・ストーンと間違いかねないということで、 シャロンのままにした。制作総指揮者であるスティーブン・スピルバーグによると、ジョン・グッドマンは最初からフレッドを演じることに興味を持っていた。ダニー・デビートがバーニーの役を演じることになっていたが、デビート本人は結局バーニーを演じるにはグリフすぎるということで降板し、代わりにリック・モラニスがバーニーを演じることになった。この作品はグレイブ・デール、イ制作。 放映というテレビシリーズに出たモラニスにとって2度目のハンナ・バーベラ作品とのコラボレーションになった。映画のクリーチャーエフェクトを担当したのはブライアン・ヘンソン率いるジム・ヘンソンズ・クリーチャーショップである。映画フリントストーンのイメージを決定づけると言えるデザイン面ではアンブリン側はほとんど白紙の状態であり、ほぼクリーチャーショップが全権を任されたと言っても良い。 わずか12週間で20種ものアニマトロニクスのクリーチャーを制作し演技させることとなった。ジョン・グッドマン演じるフレッド・フリント・ストームは採石場のクレーンドライバーであり、彼が操るクレーンはブロントサウルスである。このブロントサウルスはクリーチャーショップが制作したアニマトロニクスの中でも最大級のものであり、数ヶ月を費やして制作されたものだ。高さ20フィートの首は、 ケーブルと油圧機器の組み合わせでしなやかに三次元的に動かすことが可能だ。ケーブルはアルミニウムの骨格のそれぞれの関節のバランスを調節し立体的な動きを可能にしており油圧装置が左右の傾きを制御する。巨大な頭部にはリニアモーターとサーボが仕組まれ恐竜の目とまぶたを動かすことが可能だ。ブロントクレーンは室内では フォームラテックスの皮膚を見せるが、屋外セットに出るときは、線路の上を動く。フレットの石板タイムカードを打つステゴサウルスも4人の、創演者に操られるアニマトロニクスで、帰宅したフレットを熱狂的に迎える、一家のペットのディーノもまたアニマトロニクスである。ディーノの全身ショットには、イルム社の CG が採用され、 パフォーマンスコントロールシステムを用いたハンドパペットによるクローズアップショットのディーノと併用されている。他にクリーチャーショップが制作したものを挙げると巨大なロブスター2体を使った芝刈り機、リクタバード、またフリントストーン家でシャワーと皿洗い機として使用されている10フィートのマストドンなども制作された。これらクリーチャーの成功は アニマトロニクスと CG 映像は競合するというよりも互いに補完的な技術効果を持つということを映画の画面上で示した。批評家のこの映画に対する批評は散々だった。ロッテントマトズではロッテンという評価をつけ39のレビューのうち18%に当たる七のレビューがフレッシュ、つまり良い評価をした。メタクレティックにおいては 平均点数が100点中38点という低評価であった。シスケルエーベルトに至っては親指を下げたマーク2つ分だった。このような結果になった原因の一つにキャラクターの見た目がファンや批評家にとって不快な印象を与えやすかったことがある。例えばエリザベス・テイラーが演じたウィルマの母は原作のキャラクターに合っていたとは言えなかった。 グッドマン演じるフレッドはイメージに合っていたため特に際立ってしまったと言えよう。テイラーはグッドマンと並ぶと小さく見えてしまっていた。また、ロージー・オドネルの演じたベティも原作ほどスレンダーではなくオドネルはゴールデン・ラズベリー賞最低女演女優賞を受賞してしまった。非表面では悪かった。この映画は北米で1億3000万ドルを売り上げ、世界で 約3億4千万ドルの売り上げだった。DVD 市場でもヒットし、ネットフリックスによると、レンタル DVD 市場トップ100に入るレンタル数とのこと。ありがとうございます。